霊夢ちゃん乗ったら恥ずかしほっぽりっくり霊夢です。マリちゃん乗せたら痛ましってなんでだぜ。ゆっくりマリサだぜ。うつむし帰る枕代理ゆっくりパチリーよ。やっぱり万熱物語ねポッポー。なぜ私がてっちゃん枠なのかはさておき、やっぱりったか。まあまあ言葉のあやということで、そういえばうつむしリニューアル後は初乗車なのよね。私はじゃんけん大会ファイナリストよ。まだそのイベントあるのかな。駅弁の立ち売りもあるんだな。まあ今はいいかな。車内で何か買えばいいわよね。いよいよやってきたな。逆向きね。リニューアル後に爆誕したグリーン車ね。今回はどこに乗るんだろう。ひとまず SL 見に行きましょうよ。 C57180 はもともと新潟周辺を島にしていて、廃車後は小学校の校庭で予定を過ごしていたけど、1999年に再び磐越西線を走ることになったわね。森と水とロマンの鉄道に再び黒金の C57 が走るんだな。運転台の見学なんてできるんだ。せっかくだし行ってみますか。その前に今回の指定席券ね。あらグリーンじゃない、こりゃ楽しみだ。さてそろそろ運転台見学の順番ね。中は撮影禁止だからあしからず。このおっさん決めたつもりなのかね。どうしようもないじゃないの。まあいい記念にはなったわね。それじゃ1号車から乗車して順に見ていきましょう。おこじルームと展望スペースがあるのぜ。いざキャバクラ。おこじょルームか。可愛らしく振る舞ってるけど所詮イタチだからね。自分より大きい獲物にもどう猛に襲いかかって仕留めるのよね。むしろ家内もしない相手にも襲いかかって返り討ちに遭うけどな。ここが展望スペースね。合図は貨物型の戦闘車ね。見た目だけなら可愛いんだけどな。イタチ科の連中は基本みんなどこか頭がいっちゃってるしね。ペット化したフェレットだってたまに野生を見せるしね。ほんじゃ順番に見て回りますかね。普通車はこの通りボックスシートだけどレトロ調に仕上がっているわね。なんだか座席もふかふかそうだな。居住性も良さそうね。まあ3時間以上座りっぱなしになるわけだしね。2号車と3号車は普通車で、ここ4号車はフリースペースになっているわね。側面展望も楽しめるのぜ。自分の座席に飽きたらここで気分転換もできるわよ。確かこのポストにハガキを入れたらちゃんと郵送先に届いたんだっけ。スタンプ台もあるぞ。駅タグもあるわよ。それじゃいただいていきましょう。5号車には売店もあるのぜ。改めて後で何か買いましょう。ビールビールビール。5号車には売店の他に普通座席もあるわよ。6号車は普通車なのぜ。そしてその先の7号車はっと雰囲気が一変してグリーン様のお出ましよ。グリーン車はリクライニングシートなんだな。ゆったり過ごせそうよね。そしてその先は展望スペースになっているわ。改めてグリーン車の展望スペースよ。グリーン指定権を持つ者のみが入ることを許される聖域ね。結構気合入ってるのぜ。スタンプの域を超えてるわね。ひとまず自分の座席でまったりと。この仕様だと背面テーブルがあるとやぼったいな。肘掛けテーブルはあるけど小さそうねー。入居員もしっかりゲット。それじゃいよいよ帝国通りにニーズを発射したわ。早速また展望スペースにいるのな。しばらく後面展望を楽しむのね。
を見送り苦しゅうないぞよ。お前何様だ。幻想郷の指摘で完璧な巫女白霊霊夢様よ。完璧なんてついていたかしらね。ハイケンスのセレナーデね。まずは新越本線とサラダバー。なのぜ。売店でいろいろゲットしてきたわ。新潟限定のビールにお茶に晩越物語すごく硬いアイスかしら。いろいろしていたら最初の停車駅5000に到着ね。1999年までは神原鉄道が乗り入れていたわね。あ、やっぱり硬いわね。少しずつ食うしかないのぜ。撮影用とはいえ刺したままだとお行儀悪いわよ。お待たせします。これから渡る早出川は五線を代表する清流です。夏には川遊びやバーベキューを楽しむ多くの方で賑わいます。また定番の SL 撮影スポットでもあり、たくさんのカメラマンが撮影を行っています。手を振っている方がいらっしゃいましたら振り返していただけますと幸いです。次は身も心も癒す湯の花咲く温泉地滝原に泊まります。 The next is 滝原。この先の早出川の案内ね。阿賀野川水系の一級河川だっけ。景勝地である阿賀野川ラインのほとりに位置するここ滝原温泉のお湯はエメラルドグリーンに輝きます。弱アルカリ性で硫黄泉、さらに硫酸塩成分も含んでいる美肌効果抜群の温泉です。温泉街の中ほどにある滝花木瀬亭川床では、阿賀野川を眺めながら旬の素材を生かした川床弁当を堪能することができ、食やイベントなどを通じて人と人とが触れ合う憩いの場として大変好評をいただいております。美肌の湯と美食に出会える滝花温泉をぜひお楽しみください。美肌の湯ですって、これ以上綺麗になったら困っちゃうわね。はいはい。しかし温泉とか美食を楽しむつってもこの列車に乗って途中下車するお客はそうそういないんじゃないか。その場合は改めてまた来てねということで。案内のあった早出川橋梁なのぜ。車でやってきた亀子もそこそこ空いてるわね。列車で撮影地にやってくるのもまあ大変でしょうしね。沿線の学生さんが盛大にお出迎えしてくれているわ。こういうのもいいわねえ。ほっこりしちゃう。でも全部サムズアップで返すのはどうかと思うぞ。余談だけどここって中学校と小学校がお隣同士なのね。お近くの手すりなどにお捕まりください。この先
崎馬下駅を通過の際、列車が大きく左右に揺れることがございます。お立ちのお客様やお子様連れのお客様はお近くの手すりなどにおつかまりください。案内の通り馬下駅を通過していくわ。列車はこれよりトンネル区間に入ります。窓を開けていると煙が車内に入ります。窓閉めに協力をお願いいたします。列車はこれよりトンネル区間に入ります。窓を開けていると煙が車内に入りますので、窓閉めにご協力をお願いいたします。なおトンネル内を走る際は窓を閉めていても車内に煙が入り込むこともございますので、あらかじめご了承ください。蒸気機関車の宿命なのぜ。次が停車駅の先花ね。スタンプ台のあたりにノートがあったから爪痕を残してみたり。いい年したおっさんが何してんだか。スタンプもこの通りね。ひとまず後先考えずにゲットしてしまうこの将軍。次が三河なのはいいけど、咲花の到着シーンは？スタンプ押してお絵描きしてたら過ぎちゃった。アホだろ。仕方がないから伊賀島の通過シーンをば。たまたま映ってただけだろ。次はもう停車駅の三河ね。阿賀野川御前橋梁を渡るともうすぐ三河に到着するわね。阿賀野川ってのは新潟県内での呼び方だよな。福島県下では阿賀川にジョブチェンジするわよ。何もないけど三河に着いたわよ。ここ最後尾だからな。端っこだから仕方ないわね。じゃあ出発シーンでホームの様子でも。バイバイなのぜ。次は時と人をつなぐ琉球のロマンに心を震わす町津川に泊まります。 The next stop is 津川。あれ？これだけ？もうちっと待つのぜ。津川の高台にある麒麟山展望台は美しい津川の町並み、雄大に流れる阿賀野川を一望できるスポットです。展望台から眺める風景が四季折々に変化し、私たちの目を楽しませてくれます。また麒麟山公園は昔津川城があった一帯を整備した公園です。毎年行われる狐の嫁入り行列の際にも結婚式披露宴が行われる場所です。この麒麟山公園は津川の町並みや阿賀野川の美しいせせらぎを楽しめます。万越西線は阿賀野川沿いをとことこ進んでいくわ。森ばかりじゃなくて車窓もコロコロ変わって飽きないな。ホーム上にて販売している鶏飯ですが、本日は販売がございません。毎週 SL の運行日に津川駅ホーム上で販売している鶏飯ですが、本日は販売がございません。お買い求めにはなれませんのでご了承ください。申し訳ございません。なんでじゃい。まあ目当てじゃなかったからいいけど残念かもね。どの道先着30個じゃ秒殺だろ。まあこの雄大な阿賀野川のような広い心で何事にも当たらないとね。手賀沼が何か言ってるぞ。ところで対岸の水門みたいなのは何かしらね。ちょっと調べたけどよくわからないわ。ご存知の方はご教示いただければなのぜ。
船だかボートだかわからないけどそこからも手を振ってくれているわ。当然サムズアップでお返しよ。普通に手を振れ。まあ伊豆若松まで一服はお預けね。津川では長時間停車するから撮影でもするのでそうしよう。まあ外の空気も吸いたい頃合いだしちょうどいいわね。都会と違って空気がうまいのぜ。さていろいろ見てみましょうか。津川といえば狐の嫁入りね。昔この辺りでは狐火がよく見れたとされているのぜ。キャッパーなくせにマスコットずらしてからに。おこじろうってのかこいつ。おこじろうの家ねえ。白霊神社より居住性いいかもな。畜生の分際で。今まで買ってきたウサギの頭蓋骨とか飾られているわけじゃないのね。キッズが泣くぞ。それにしてもキツネの嫁入りねえ。塔が立ちすぎてない？男を堕落させるけどいい奥さんになるかもよ。元ネタ的に。まだまだ撮影当時は暑い中大変よねえ。現場の皆さんの尽力あってこそこうして SL が動かせるので。まだまだ先は長いしいろいろ補充しないとね。キツネキツネってなんだか赤いあれ食べたくなってきたわね。コンビニ限定お揚げが2枚。改めて見ると全面すっけすけねえ。お天気もいいしお日様の光もよく入るだろ。どうでもいいけどグリーン券を持っていないお客がここに入ろうとして駅員さんに止められていたわね。入っちゃダメだってのは意外と知られてないんだろ。さあさあ津川を発車したら次の停車駅は2つ先の秀谷駅ね。地元の皆様かしらね。こういうのいいよな。お達者でー。お客様にお願いいたします。沿線には草木が近くに生えている箇所もございます。安全のために窓から顔や手などを出さないようお願いいたします。また窓を開けていますと煙が車内に入り込むこともございます。冷房の効きも弱くなりますので、それでいいますが窓閉めにご協力をお願いいたします。次は七色の汽笛が日本一美しく響く里を秀谷に止まります。 The next stop is 秀谷。ごめんなさい、切れちゃった。やっちまったな。視聴者様がご自分で確かめる楽しみが増えたということで。親友と共にホームに降り立ち、美しい風景に感動しながら記念撮影をしたという歴史のある街です。今も昔と変わらないレアの汽笛に耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。鹿野瀬駅は近くにかつて古川工業こと現在の古川機械金属が有する鉱山があったから駅が新設されることになったけど、開業する頃には鉱山が閉山してしまった岩くつきの駅ね。足尾銅山鉱毒事件の大元の企業じゃない。食材か知らんが今は環境保全活動に精を出しているそうな。日本初の落下式掛け替え工事が行われた深戸橋梁ね。掛け替え対象の部分の横で新しいトラスを組み立てておいて古いトラスは川に突き落としたのよね。そして新しいのを横にずらして据え付けたと。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく秀谷に到着いたします。お出口は右側です。停車時間が短くなっております。お降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく秀谷です。お出口は右側です。We will soon make a brief stop at 秀谷。 The doors on the right side will openヒデヤの前に大麻橋梁か。今の橋梁は2代目ね。古い橋桁は秩父鉄道に転用されて今も現役よ。
かつては磐越西線の中間地点として賑わいもあった日でやね。でももともと津川や鹿瀬の方が栄えていたのよね。駅弁も売っていたんだってな。食いたかったのぜ。牙を隠して可愛い子ぶってからに。見た目に騙されちゃいけないわ。次は霊源新たかな信仰の里野沢に止まります。 The next stop is 野沢。西会津町野沢は古くから会津の信仰の里として知られ、一生に一度はどんな願いも聞いてくださる大山積神社、日本遺産会津の三十三冠の番外札所や会津コロリ三冠の一つ鳥追観音があり、多くの参拝者がこの地を訪れます。地元グルメではひき肉とたっぷりの野菜の旨味が詰まった極旨味噌スープが縮れ麺と絡み合う西会津味噌ラーメンが有名です。喜多方ラーメンに次ぐ会津第二のご当地ラーメンとして人気を集める一品です。皆様にご案内いたします。これよりじゃんけん大会を開催いたします。お、やっぱり今もやってるのね。お客様はご自身のお席でお待ちください。優勝したお客様にはプレゼントをご用意しております。これよりじゃんけん大会を開催いたします。参加されるお客様はご自身のお席でお待ちください。10年以上前のファイナリストとしてここはやるしかないでしょ。で、ファイナリストってことばかり強調してるが結果は？知ったのね。今日リベンジの機会が訪れたということよ。失礼しました。これでじゃんけん大会開催いたします。お席でお待ちください。じゃんけん大会開催いたします。ふっ、なんかここまで負けフラグを積み立ててきたとしか思えんな。まあ余興だし楽しみましょう。はい、お待たせいたしました。これでじゃんけん大会開催させていただきます。はじめにルールを説明いたします。合図はじゃんけんポンの合図で行います。で、勝ちと、勝った方のみそのまま勝ち残りで、愛子と負けのお客様は残念ながらそこで敗退となってしまいますので手を下ろしてください。で、最後まで勝ち残った1名様にこちら商品のオリジナル缶バッジを差し上げたいと思います。さっき紹介してた野沢の味噌ラーメン1年分とかじゃないのね。どうやって持ち帰るのぜ。さあ始まるわよ。では参加するお客様手を挙げてください。はい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 、必死だな。はい、掛け声一緒にしていただけると幸いです。お願いします。では参ります。せーの、じゃんけんポン。グーを出しました。パーの方が勝ち残りです。パーの方は、あ、すぐに決まっちゃいましたので、じゃあ1名様優勝とさせていただきます。おめでとうございます。来たわね、一発で決まったな、はい、でもある意味今回もファイナリストだよな。物は言いようだけど間違ってないかもね。ふ、奮起とも羨ましくなんかないんだからね。ほんとかねー。 UFO キャッチャーとかでもそうだけど、ゲットするまでの過程が楽しいのよ。ありがとうございました。このじゃんけん大会は SL 運行日に上り列車と下り列車でそれぞれ1回ずつ行っております。優勝商品の缶バッジは、それぞれデザインが変わりますので、またの参加をお待ちしております。社交心を煽る煽る。スタンプラリーねー。新潟住まいとかならともかく23区に住んでいるウープ主には厳しいわね。そう、私はシティがある。涙拭きなさい。土木学会選奨土木遺産に認定された徳沢橋梁よ。ここが新潟と福島の県境だな。西会津町に入ってまずは徳沢を通過するわよ。もう2時間ぐらい乗車してるんだな。でもまだ会津若松までは1時間半ぐらいあるからね。大山積神社例大祭の際には賑わいを見せていたようだけど、磐越自動車道のおかげで割り送った野沢に到着ね。やっぱバスの方が本数も多そうだしな。ようこそ西会津へ。キッズにも優しく全部ひらがなね。そういうつもりじゃないだろ多分。わははい。次は大自然が育んだ観光名所ヤマトに泊まります。広い戦士？そもそも銀じゃない今表示されているの。哀れ白老天狗。ここ大和は大和そばが有名です。麺が細く
くコシが強い大和そばは本来の香り味わいを楽しむために天然の湧き水にそばを入れて食べる水そばというメニューがあります。全国のそば通が通うそばどころ大和を皆様もぜひお楽しみください。そばを水につけて食うんだってな。さっきのラーメンといい今回のそばといい、いつか食べに行くわよ。駅の近くにあるならね。煙すごいな。ここ一番後ろの7号車なのに沿線じゃ洗濯物も干せないわね。日本初の感知レバー架橋でもある釜の脇橋梁よ。両側のトラスより少しずつ橋を延伸して中央で双方を連結したのぜ。そういえばもう福島県なんだから阿賀野川じゃなくて阿賀川よね。随分長いこと連れ添ってきたのぜ。この大和でも十分停車するのぜ。また外の空気が吸えるわね。でも闇は吸えないの。くすん。もう次が北方なんだな。一山越えなきゃならないけどね。でもここも北方しない。本当に大変ねー。四五七も貴婦人なんて言われてたけど大ぐらいであることには変わらんな。それじゃ四五七の貴婦人っぷりをと言いたいところだけど、当該は三次系だから厳密にはどうなのかしら。貴婦人ってのは足の長い整った容姿の女性に例えてるけど、こいつごっついんだよな。次は色とりどりの花が咲き誇る花の町北方に停まります。 The next stop is 北方。北方は蔵とラーメンの町です。約4000棟の蔵と約90軒もの北方ラーメンのお店が立ち並びます。駅から歩いて約15分の場所にある北方レトロ横丁商店街には蔵造りのお店が多くあり、歩いて散策するだけで郷愁を感じさせます。蔵の町北方を散策し、お昼に美味しい北方ラーメンはいかがでしょうか。ラーメンは駅から遠いしパス。相変わらず列車に乗るしかしねえなこのチャンネル。それで3年やってきたのよ。一山越えて会津盆地に出たわね。じゃあそろそろ北方の中心街に入るのかな。そろそろハイケンスが鳴るかもしれないわ。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく北方に到着いたします。お出口は左側です。なお停車時間が短くなっております。お降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく北方です。お出口は左側です。 We will soon make a brief stop at 北方。 The doors on the left side will open. The stop after 北方will be 塩川。おかわりも来たわね。北方の次は会津若松かと思ってたが塩川にも停車するんだな。さあ三森川橋梁を渡ったらもうすぐ北方よ。しつこいけどやっぱりここまで来てラーメンをスルーなんて許されざる所要よ。別に北方ラーメンは東京でも食べられるじゃない。そういうもんはやっぱ本場で一度は食いたいもんだろ。北方だけどここまでは新潟支社管轄で、ここから先は東北本部の管轄になるわ。2022年に仙台支社がジョブチェンジして東北本部になったわよ。あ、こいつは今年デビューした里野じゃない。リゾートアスナロとして運用についていた編成の片割れね。もう片方の編成はひなぎに生まれ変わったわよ。ここまで来たんだしこいつにも乗れないかな。実は用意してたりして。さあそれはどうかしらね。まあショートでネタバレしてんだろ。乗らずに撮影しただけかもしれないわよ。次は歴史ある主演の町塩川に泊まります。 The next stop is 塩川。毎年9月には100年の伝統を誇る駒形神社祭礼、10月には全国から約30機のバルーンが集う会津塩川バルーンフェスティバルが開催されるなど、多くのイベントがこの地で行われます。お願いします。この列車は停車して快速 SL 磐越物語号会津若松行きです。全車指定席のため、ご乗車には乗車券のほかにお一人様840円の指定席券が必要です。指
入席券をお持ちでないお客様には車掌が車内で発売いたします。車掌が近くを通りましたらお声掛けください。列車の本数も多くないから喜多方から会津若松に行くお客も乗ってくるのかな。まあ座席が空いていて料金払えばまあいいんじゃない。案内で紹介されていたけど会津でもバルーンフェスタ開催されていたのね。どうしても佐賀のを連想しちまうのぜ。宇波道を通過したから次が塩川ね。そういや今年から喜多方から会津若松間って非電化になっちまったな。719系フルーティア福島も去年末に引退したしもはや電車を走らせる必要もなくなったしね。さっき見た光景の里野は HBE300系機動車だしな。電車の直通列車自体少なかったけど今はその直通列車自体臨時を除いて消えちゃったわね。只見線に抜ける直通列車ならかろうじて残っていたような。いずれにせよ喜多方から郡山に行きたければ必ず会津若松で乗り換えろってこった。ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく塩川に到着いたします。お出口は左側です。なお停車時間が短くなっております。お降りのお客様以外はご乗車のままお待ちください。まもなく塩川です。お出口は左側です。We will soon make a please stop at 塩川。 The doors on the left side will open. The stop after 塩川 will be 会津若松。会津若松行きの磐越物語は塩川に停車するけど確かに新津行きは通過するんだったわね。信号設備のせいで新津行きは有効長が足りないホームにしか入線できないからよ。そういうわけだったんだな。最後尾だとホームすら見えんかったぞ。だからこれは発車時の映像ね。さあ次が終点会津若松よ。長かったわねー。サムズアップで答えないと。もういい。幕末の歴史と共同文化が今も生きる城下町、終点会津若松です。会津若松市内にある七日町通りは蔵や大正建築物が立ち並ぶレトロな雰囲気の通りで、訪れる人々を昔懐かしい時代へと引き込みます。大正ロマンあふれるお店に立ち寄りながら時間を忘れてゆっくり散策もできます。また会津地方のいいもの、おいしいもの、一品を紹介するアンテナショップ、駅カフェもあり、会津観光には欠かせないスポットです。一度足を運んでみてはいかがですか。会津若松駅からのご移動観光は、街中周遊バス赤部と相からさんをご利用いただくと便利です。詳しくは会津若松駅係員、または観光案内所にお尋ねください。そういやウプ主は会津若松に来たことあるのぜ。乗り換えだったら何度もあるけど観光の真似事をしたのは一度だけあるわね。どうせ乗りたい列車との接続時間が空いてたんでしょ。否定はしないわ。やっぱりか。レンタサイクルで飯盛山に行ったりもしたわよ。さすがに自転車で山は登っていないけど。珍しいこともあったのね。あちらの方角が会津磐梯山で正しいのかしら。そういうことにしておきなさい。見たつもりになってら。会津盆地のど真ん中にある湯川村唯一の駅及川だけど、一部の普通列車にもスルーされ停車するのは1日往復なのぜ。まあそれはここだけじゃなくて喜多方会津若松間にある塩川以外の駅は全部そうよ。会津と与川宇波道ここ及川に堂島ね。その堂島を通過するってことはもう会津若松しないよ。隣がもう会津若松だな。レトロな客車に揺られて約3時間半の優雅な旅だったわね。優雅ねえ。ねえファイナリストさん、大層優雅な振る舞いでしたのぜ。なんだかハエがうるさいわね。皆様ご乗車くださいましてありがとうございました。まもなく終点会津若松に到着いたします。この列車は2番線に到着いたします。お出口は右側です。この列車のお客様が降りられますと、仮の準備のためにすぐに移動いたします。お忘れ物をなさいませんよう、ご支度をしてお待ちください。本日は森と水とロマンの鉄道 SL 磐越物語号にご乗車くださいましてありがとうございました。皆様のまたのご乗車をスタッフ一同お待ちしております。いらっしゃいませ。
Thank you for riding on Banetsu Monogatari. We will soon arrive at Aizu Wakamatsu Terminal. The doors on the right side will open. We are looking forward to seeing and serving you again.最後の拝見数いただきました。と、もう終わるんだな。次はどうするの？会津若松で少し休憩の予定よ。郡山総合車両センター会津若松派出所の横を通り過ぎればもう到着するわね。只見線を走る車両たちがお休みしてるのぜ。今度はあちこち降りながらと言いたいところだけど、只見線って本数がねえ。それこそ沿線で宿泊しなくちゃならないわね。長旅お疲れ様だけど、まだまだ私たちの歩みは終わらないわよ。歩くというか列車に乗って移動するだけなのぜ。まあ鉄道旅ゆっくり実況だし、グーの音も出ないわね。グー、わかりやすいボケだな。ボケじゃないわよ。お腹ペコちゃんだから。そういや車内でビールとアイスとお茶しか口にしてなかったな。私のお腹はあれで収まりがつかないんだよな。まあ何か食べましょうか。こっちは野沢行きだな。結構混んでるけど二方までの利用者が多いのかな。こちらが到着したからようやく発車できたわね。ワンエクサイ線全線単線だもんね。さて457にお別れ告げて次行きますか。それじゃ次回も見てくださいね。さあ、クック。